昭和が1月をやったんですよね。それがもちろん日活芸家様だった、うん、それで、学会を戒められたんですけども、その時に昭和会は本山で52年問題が生じて53人ぐらいに本山にお秋とざましたんです。知ってます。それは請求審議には幹部本会議名称で請求審議に載っていたんですけど、その時に日東芸家が学会がそこまで反省して断言するんだったら、今までの過去のことは無理に流しましょう、これから労力を和合して当選のためにやっていきましょうということで、そこで和合になったんですね。まあ、そういう形を取りましょうってことです。ですから元は日立、いや、本当の元を知った本当の草和会にある本当を6体ほど木国発したい木国の話です。木国は昔からされていることなので別に問題ないっていう。いや、それは高田町で仏壇屋の頼んで大型お気を入れてるんですよ。何でもあるんだよ。それは一発勝負だ。それと、結構正直な、正直一大事に笑うところじゃない。ちょっと聞きなさい、うん、正直一大事決めました。私50年に学会を辞めたんです、うん、その前には池田先生に決めてしましょう。で、正直一大決めましょう。学会を決めしましょうですね。池田先生に決めしましょうって話して、そうそう、決めしましょう。それを学会の時はリンクしたんです。ちょっと待って、はい、正直一大決めましょうですか。そんなこと言っていませんか。それ全部残ってます。それはもうついにね、A5 番ぐらいの、はい、これぐらいの厚み、これぐらいの、そんなこと書いてません。そして学会の方では教員座したってことを認めて、学会の方で勉強会をやりましょうと。その学会の方で学習会的質問でしょ、本が出た、はい、あの内容の中にはさまざまあって、勉強せずに、そこで本当幹部の人たちが一つと自分が勉強して、うんことになっていたんだけども、それはもう皆さん持って帰って読んでください。いうことで全然準備してない。内容、じゃあその内容を今度話しましょうか。お話ししましょう。ぜひ。いや、まあ、それは詳細に。まあ、そういうことで。当時のね、関係っていうのはやっぱりお互いが何かを目指しているので、それこそ泥臭い話もあるんですよ、やっぱり。だからそこはやっぱりクリアでしたね。私の話聞いてたんだけど、単純な感じなんだけども、本尊のことですけれども、はい、単純な言葉で表現しますと、はい、お札をですね、貨幣を、偽札を本物のお札だって言ってるような気がするんですが、さっきその話題出ましたね。ああ私の、うん、私の反論も、まあ、録音してるだなって思って。ストーリーを主として話されてるから、平行線に行っちゃう。すみません、一応やんでしょ。だから相手を説得するような言葉が出てこないんですかね。一番私近しいんですよ。で、要するに私が現役の時は、明観の方がね、私の支部内に来ると、助けてみたいな形で来て、まあ、もうお前さんみたいな人だった。だからある種尊敬してる。すごい関係に聞こえるでしょ。そんなことないですよ。洋館の方のとこ行くっていう時にあなたと下打ち合わせをして、じゃあこういうその1回だけじゃん。まあそういう、まあ、あなたあんた本当にそれで、それで、まあ、そういうかつての名誉に言うけどもね、やっぱり今年の私はね 7.26 のに私はもう本当に参詣させていただいて、芸家のことを集えて、もうこんな歓喜ないわけですよ。でそれを我々何が憎いかっていうと、あなた方の釈迦というのはさっきのコーヒーカップじゃないけれども、本当になんかもう週刊誌のもう三流ネタのようなことしか、あれだけまあ世界中から勲章を受けていらっしゃる池田名誉会長のもとの創価学会が、じゃあ我々行員数、まあ、数十万のポケボーに対しての釈迦というのが正当な教義論争ではなくって、一般学会に対してはもうガセネタばっかりなわけだよね。矢野さんの問題、いや矢野さんの問題一つ取ったってそうなんだけれども、ガセ言う人にいくらでもガセネタありますよね。でそういうものしか学会はね、我々ホケコを、まあ、はしゃくするネタはないのかって言った時に、
そこに政教新聞というさメディアの好機があってそれをさ平気で是認してる体制というのがね我々はもう許されないわけです。ガセ全部でじゃあもう一つ言うと今のフェイクの中にね最近のフェイクね、保健行員らが各地で脇がけを削っている海岸がないホストの許可がないなどと、暴言を吐いている非難をしているとこの無性本尊という非難に対してこれまで繰り返し、まあ、今になってまた改めてこのフェイクで偽本尊と呼ばれていることに関して、まあ、こういう、まあ、またガセネタ報道してるわけなんだけどこれ我々が、ね、偽本尊を発釈するチラシをやはり全国にかなりの相当数、まあ、配布してるわけだけどかなりダメージ受けてるよね現実いや受けてるからこれフェイクというダメージがあるんだったら支部長が脱会した支部で続々と支部はもう壊滅状態になっていますよ。朝を持っているほどね、だから一人一人の会員さんは自分たちのところを守らないとっていう責任感から、うわうちにビラが入ったねみたいな感じで、いやだけじゃなくて全国ですよ。全国のビラがやはりこういうふうにフェイクというその一つのなんていうんですか、怪文書をして。この偽本尊論に対して改めて反論を加えなきゃいけないぐらいもう本当に学会としてはすごいインパクトを与えてるわけでしょ。いや学会のその命運に関わるぐらいこの偽本尊という我々の啓蒙チラシが影響を受けてるということでしょ。まあでもそう思いたいなそれは。いや中央の支持としてはそうでしょ。いや全然全然偽本尊論に対して動揺してるわけでしょ。それあんまりないと思いますよ多分どっちかというと思いますじゃなくてフェイクがこういうふうに改めてね、うんもうその第二次創価学会問題があってからさもう20年になるけれども落としどころはどこですか。だから動揺してるんでしょってことでも事実が江東区荒川区北区の、うん、あの学会の連中のあの過剰反応は、うん、そうでしょまさにこれです含まれてもないっていう。そうですね。いつ頃ずっと7月からずっと8月ぐらいまでいっぱいまで7月とか8月で選挙とかでもこれ本当のだもん選挙と関係ないそうそうだからうちが過剰反応するっていうのは多分あの選挙期間っていうこともいやいやフェイクのこれ10月1日号なんだよね、うん、10月1日号で改めて偽本尊に言うことだよ。っていうのは聞いてまいな、うん、私たちは正当な論議をずっと言っていてここで今3時間経ってもみんながこう聞かれた通り結局明快なその明快なそれに対する反論が返ってこれない。ただこうぐっちゃ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 ね論をぐちゃぐちゃしてるだけでだからそれが何よりの証拠ですよ。ってことはこれだけ勉強した人ですらこういう反論しかできないってことは一般の会員がこれを見れば一発です。その証拠にこの1年間でまさに100所帯100人あのトヨタドットウィーベブ関係で脱会したメンバーがこれはもうね、一軒一軒出かけてたわけじゃないの、100超えたんです。あ、そう。前に、60、まだ60、70人だったのが、ここに来てまた。ってことはね、いや、罪なのか、作り出してるのかは、まあ、後々が判断しますよ。ね。後々が判断するけど、ちゃんと答える。まあ、あの、ご高齢の方々もいらっしゃるということなので、この辺で、一つ、はい。じゃあ、まあ、一回ここで締めますけども、あと連絡先を約束した方は、堂々と約束して、通り、履行していただいて。まあ、いいですけど、はい、何がしたんですか。いいじゃないですか、いいじゃないですか、なんか僕を張ったおしたい。ほら、お前、ほら、何も言えんやろ。でもいいじゃん、そういうのが勉強ですよ。もし勉強ですかね。ああもし本当に圧倒されてください。圧倒されに行きます。110番死んだって。いやいや、そうじゃ違うって。競技場でほらお前何にも反応できないでしょ。本当にね、立ち見の方もいらっしゃって本当に申し訳ないと思うんです。でもまあ、大体ちょっともう時間的に限界かなということなので、これで締めさせていただきます。でこのやり取りの約束した人はじゃあ残っていただいてメール交換なりしていただければと思います。じゃあご苦労さまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お父様方の食欲精神ですからね、ありがたいですよ。本当どうっておるかっていうね。はい、52年当時は遊んでましたから、はい、入会前だと。じゃあ約束した人をね声掛け合ってまた、まあ、これをまた出発として会話が見えないな、人
いや、またおいで。この間結構、だってこの間、実際この間って、すごいこう、今のこう、それの掴みみたいなやつ、スムーズに。スムーズかな、こっちは黙って、こっちも反応しなかっただけですよ。こっちもそう。それは、あの方ね、あの方が、この、まあある意味、紳士的であった。じゃあ、高柳さん。まあ、いや、いいんや。うん、それでもいいですよ。ただ、高柳さん分かってほしいんやけどな、うん、世代交代進んでるわけや。学会っちゅうのは本当にもう高齢化になってさ。竹本さんがね、亡くなってからね、竹本さんの支部、男子部2倍になる。いや、それは2倍って、それはたまたま、その独身女で知ってるけどね。だけど、若いメンバーが来てて、私なんかもうおじいんですよ、はっきり言って。本当にこういうふうにね、あなた方がね、その例えば 7.26 って、いや、嘘が多いの、あなた。この中で脱会、脱会組って誰？手を挙げて。脱会議員。あ、荒木さんって元々の結構。もう17歳から。結構必要なところですよ。なんか今ね、ある意味もう脱会がもうトレンド。もういつまでも学会にいるって恥ずかしい行為だっていう時代ですよ。まだ学会なのみたいな。そういう時代になってきましたね。本当ですよ。天理教よりも学会って言われるの恥ずかしいって関西よね。言えない。私天理教よって言ったし、まだ学会でしょって言ったら、私は天理教。学会に言われるんだけど、もう結婚の時無双もんじゃないですか。うわそれね、あなたたらしないんだよ。話聞いたけど。まあ、本当に、変態けなので答えますが、変えられる方は、前者もありますから。そうなんだ。お守りになった方はいると思うんで。まあ、でも一般 の宗教をあまり縁者な人たちから言うと、うん、学会の人たちっていうあのイメージですよ。イメージはあの常識がないって言ってる人たちがやっぱり多いです ね, 多いです ね, ねそういう縁を持つ方なんです。持たなくて、まあ、学会の常識がない人の縁をする人たちが多いってことですね。まあそうそう、でもだって僕がある意味僕学会なので、僕に面と向かってそうは言わないっていうのもあるとは思いますよ。なんで、だから僕に対してあのなんていうの、非常識、そうそう、学会って非常識だよって学会に向かっては言わない。まあ、だってよう言わんわ、学会の人やんのこと言ったらいいやと思います。後が立たられるわよ。ですよね。うん、すごいからね。そうそう。あと選挙の時も。全然すごくでしょ。あ、一番今日ね、近かったのか。途中で。仕事は何なの？仕事？まあ、ちょっと、竹本さんに聞いて。竹本さんに言うのはやめましょう。これはもう、竹本さんの名誉。一つ言えるのはもう本部職員さんじゃないのね。で、民間の会社っていうのはすごい優秀な人で、もったいない。このやっぱ席がこう仕事に使われたらね、会社業もきっと発展するだと思うんだけど。言って言って。いや、発展するんでしょ。社業のことをちゃんと正確に言っといてくださいよ。あ、言っていいの？いや、だって。不動産業？違う。そうだよね。聞いといてな。私から言うと竹本さんのあのメンツが済んでいく。本当のことをちゃんと言っといてください。池田美代会長一緒。知らないで、やっぱ知らないじゃない。ちょっと言いたいんだけど、私はね、昭和34年に、して、国会を受けたんです。帰ってきた時にね、池田、北条宏樹さん、柏原薬さんがね、ちょうど10月12日だったからね、5年間で、ね、あんたの願いが叶わなかったって、学会本部を持ってよ、最後。うん、だからお寺さんが主だから、お寺さん行きなさいって言って、うん、それからずっと、ずっと前、そして、5年で土地の床って建てて、そして引っ越したんだけども、もう相当決定してるんですよね。そして、平成元年に、画家のあんたはね、必要ないから、学会には必要ない人間だと、ほとんどお寺さんの用事ばっかりやってて。うん、何にもない時だけしか、学科の座談会行かなかったわけ。で、あんたのお茶さん好きだから、お茶さん好きなさい、うん、やめていいわよって言われたって、平成元年の6月5日に、きちっともうそれから、学科やめさせて、残念です。そのうちにはね、ね、ケース来ないのね、誰も。なんで来ないか分からないんだよ。から私行きます。やめてやめて。お名前何？そういうわけなんです。だからうちには学会の人は絶対寄りつかないもんね。
あんたは私より付き合うって。なんだかそれ違うでしょ。へて、向こう入ったって、入ってるわけ。そして笑いながらこうやって、なんていうのかな。あれそういうことばっかりだけど。今でもね、あもう、いろいろあって。